はいどうも、虎之助です。どうも、小雪です。今回ね、僕が気になったゲームがありまして、インターネットを見たら、お、これちょっとね、面白そうだなって。ただね、みんなから見たら面白くないかもしれないけどあの、俺がなんかそういうキャラクターみたいな、これなんか良さそうだなと思うのがあったので、今回そのね、ゲームをやっていこうと思います。はい、はい、今回ですね、こちらにね、出てると思うんですけども、無気力系男子っていうね、ゲームをやっていこうと思います。これもまさにね、これあの小雪みたいな男子のことかな。失礼だ。全然気力ありますか、ね、いや、ないでしょ。あるでしょ。いや、動画投稿するって全然投稿してないからね。最近はね、ちょっと忙しいから忙しいよ、言い訳にしてダメ。急になんか人が倒れてますけどね。ほら、このさ、グラフィック結構好きなの。なんかこうやって 3D のね、 3D のこれ、なん英語読める、これ。グレー、アグレーディーサーディーサーグレー英語読める。これあの、アグレーの方すればいいのかな多分。じゃあ早速、アグレーの方行ってみましょうかアグレー、はい、行きましょう。あ、ちょっと待って、このゲームのね、あの説明するとはい、まあ何か物があるんですよ。椅子とかソファーとか、その上にこの、無気力な男子、まあ、小雪としましょう。小雪をねこう操作して上に、ね、上に乗っけると、そしたらステージクリアということで、あ、はい、まあ、ステージ数もそんなに多くないということなので、今回は小雪と、はい、どっちが先に全クリできるかっていうのを ね、 なるほどね、やっていこうと思います。で、これはね、あのクリアできるまで帰れまっていうんですね本当に時間いっぱいになっても大丈夫時間あ、もう帰れない。なるほど、野宿してもらうしかないね。あ、終電逃すパターンね。そうそう、じゃあ行きます。今から始めます。はい、よーい、スタート。アグレですね。アグレ、上の方。あー、またスタート今出てきたちなみに言うと、あの2人とも初見です。初見ですね。ゲームやったことない。そう、初見だし英語読めないし、ね、英語読めないしね、うん、これは分かるよ、スタートと、うん、もちろんそれはね、うん、じゃあスタートでいきますか。スタートいきますよ、よーい、スタート。もうこれ同時に始めたからね。オッケー。あ、もうベッドベッド、これはなんだ、簡単でしょこれ。あ、角度変えれんな、これ。ほ、あ、ほらほら、こうやってこうやって小雪をの持ってちょっと、あ、来た。あ、ちょっと待って待って、あ、来た、クリア。そう、ちょっと待って待って待って、おっそ、次行っちゃおう。小雪がさ小雪が小雪を操作してるのおかしくないこれ。あ、クリアした、クリアした。あのね、これなんだろう、言うこと聞かないの。言うこと聞かないね、確かに。上からボンと落としたら反動で落ちる腹立つね、こいつ。あ、全身乗っけなきゃいけない。そうそう。あ、来たんじゃないこれ。来た。あ、やべやべやべ、ね、ちょ、小雪ちゃんと乗ってよなんで俺の。あ、だおーし、乗ったぞ俺がこれとか嫌だわ、普通に。あ、むず、無気力系でしょ。あ、来た来た。これめっちゃうまいかもしんない。そう、プロゲーマーかもしんない。ちょっとちょっと小雪、もうちょっとあっちって。このゲームにプロゲームもクソもないと思うんだけどねやばいやばいやばい、ちょっとちょっとちょっと待って、これ難易度上がる。ちょっと何してんのそれは。あ、やばい、アウト。これ時間経ったらさ、あれだよこれ、あ、地面削れるじゃん。うん、削れていく。やば、え、むず、これやばいよ、これやばいやばいやばい。あと30秒しかないちょっと待って待って、小雪な、ちょっとちゃんと乗ってよえ、バカむずいんだけど。あ、来たかもしんない。いったー、嘘ちょちょちょまだそこ拷問するな。ちょ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 っと、それで拷問するな。はい、あの、乗ると吹っ飛ぶんだね、これね。え、これ結構さ、面白くない？面白いね、力加減がね、すごいむずい。あ、あ、いなくなった。トイレトイレトイレ、ちょっと小雪トイレトイレいなくなった、いなく。あ、これさ、ゆっくり乗せた方がいいね。そう、いや、結構勢い任せに行った方が俺はやりやすいかな。だって勢いで人吹っ飛ぶよ吹っ飛ばして奇跡的に乗るのを狙うみたいな。あ、そういうこと。え、え、え、動くんだけど動くんだけど、これやばいこれこれやばいぞ。ちょっと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 言うこと聞いて。あ、これこれちょっと、あ、死んだ。何死んだ。ゲームオーバー。嘘、ゲームオーバーあるんだねこれね手がピロピロだ手がピロピロだ。あ、ほげ。あ、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 ダメだ。ちょっと、あ、これいった。あ、ちょっと待って。何このクソゲー。
こら、もうちょっといける。むずっ、これはやばい。手がついてる。でもその次の面ね、あの一発で一発で持ってないと手が、じゃあちょ、待って待って、え、どこまで行ってる。めちゃめちゃトイレクリアした。トイレクリアしたよ。ちょっと言うこと聞かんっちゃけど、無気力にも程があるんじゃないこの子。お、行ったんじゃないこれ。あ、来たね。ええ何、乗ってんじゃん。あ、足ついてんのこれ。あ、来た。あ、俺コツ掴んだかもしんない。これはもうね、すぐ全クリア行きますよ。余裕。あ、足ついてんだこれ。バカむずいじゃんこれ。どうしたらいいのこれ。足首が足首がビロビロなる。こいつ、いや遠くに行くとね、本当に腹立つね。ちょっとゴム人間みたいな。足がこれどう。足拷問しないであげてよ。俺なんだから。じゃあこれ。いやー難しいな本当に。これ何ステージあるんだろうね。確かに。あ、便器のあのどこ乗せたこれ。便器まだやってんの。便器はね、うん、あの正面から投げるという。ちょ落ちた。難しい。あー1マスしかない。このあ、来た。タンクに乗せれば、あ、どんどんステージが暗くなってくるんですねこれ。暗くなってく。あ、じゃあミスったわ。ステージの色変わるだけだったわ。わ、ちょ、全然言うこと聞かんじゃけど、ね、徐々に徐々に難しくなってくなこれ。このさ、ゴム人間みたいな手がさビロビロなの。ちょっと全然クリアできん。下手くそじゃん。あ、ちょっとこれタイムロスじゃない、タイムロスじゃない。広告で出ちゃったじゃん。ミスりすぎて広告出ちゃったじゃん。じゃあ広告やべえ。あ、ここがこれ飛ばせない。徐々になんか難易度が上がるっすね。上がる。これ30秒何もできないんだけど。すごい足止め食らってるぞ。あ、やっと広告終わった。力加減がむずいね、ほんとに。うん、ポイって投げたらさ、なんかバウンドして落ちん。いや、バウンドしてるところをもう一回ドラッグするんさ。やば、これもう死んだじゃん。骨ついてないの、こいつは。小池さんもう便器の底を這いずり回ってる。俺っていうな。あ、これいったんじゃない、いったん、やったやっとね。よし、便器からの脱出した。便器の次確かね、すごい難かったよ。あのこのオフィスの、そうオフィスチェア動くからね、だって動く。うん、押しちゃうと動く。あはー、あ、分かったかもしんない、あ、これいいじゃん、ほら。すげえ。おっしゃ、調子いいよ。意外とすぐクリアするんだな、それ。うん、あ、ドーナツ、何これ、ドーナツいった。ドーナツいった。多分俺ドーナツの次のステージやってる。嘘。え、ドーナツって乗れるの。追いつかれる。あ、これいけんじゃない。こう、もう、ちょっと。あ、ドーナツの、あた、あ、なんだこれ、どこに上乗せる。上乗っける、上乗っける。うまいこと穴に入ったんだけど、これ絶対一生帰れんやつじゃない。ってぐらい次のステージがね、どうやってクリアするの、うん、これって感じ。嘘。あ、来たんじゃない。あー、これを、いや、分かってるんだけど、うん、クリアできないんだよな、これが。できない。あー、難しいな。そっちじゃない、そっちじゃない。そう。あ、行った、もしかして。おっしゃ、乗ったでしょ。よっしゃ。あ、俺も来た。え、いやー、長え。次何、チャリチャリだ。あ、違う、バイオリンの。バイオリンか、バイオリンの次がチャリだ。じゃあバイオリン。うわ、もう死体グロいぞこれ。意外と
簡単なんじゃないかな。これね、操作がね、意外とね難しいよね、普通に、うん、面白いね、でも動きが面白い気持ち悪いよ、小雪みたいな。なんで俺の要素あった、うん、気持ち悪いとかそれはね、悪口だね来たんじゃない、来たんじゃない、いや、マジか。こう判定がすごいシビアだね、うん、ね、床にさ、ちょっとでもなんかくっついてると落ちてると手が、ビロビロなる、ビロビロ、これでダメなんだ、やばいやばい、違う違う、上に上がってくれ難しい、しお、あーあーあーこれ一発クリアできる人いんのかな。あ、なんか違うボタン押した、え、あれ前の、前のステージに戻っちゃった、待って、じゃあこのステージじゃない、こ、違う、なんだっけ、ステージセレクトバイオリン、バイオリン、あ、ギリス英語だったか、またタイムロスしちゃって、はい、来た、え、マジで意外とうまいかもしれないね、これ。さすが小雪。なんで？あ、自分自身ね。そうそう、自分。よくね、動き方知ってる。コントロールをね、よくできてる。うわ、これクリアできるわけないやん。あ、これ。あ、ちょっと。バイオリンむずくない？物も。あ、なるほどね。あ、これトンチかもしれんな。何？これは。やばいやばい。こう、手前にね、持っていきたいんだけど。難しい。あ、来た来た。なるほどね。ちょっと頭脳、あ、ちょっと頭脳使う系かもしれんね、これ。ちょっと頭脳使う系？うん。その手があったかっていう感じの動きをしとる今。ああ、いいか、ああ、ダメだった。ダメだった。ああ、じゃあ、違うよ小雪。そっちじゃない。いちいち俺を呼ぶな。まずポイポイってあっち置くでしょ。あっち置いて、こっちのバイオリのここのヘリの方にこうやってね。ああ、なんで上が。あ、いけるいける。え、積んだ積んだ。お、ああ。あ、いける、ああ落ちた。遠くに飛ばないでほしいよね、本当に。ね。もう腕が変なことなっとるし。しゃ。多分この…あ、いける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 いったんじゃない、いったんじゃない、よーし、来た次は自転車自転車ね、一番難かった。自転車なんかいけそうじゃない。あ動きがもう面白いでしょ。おもろいね、でも、まあ、ね、こういう変な動きするのね、結構ね。あ、来たー、嘘、来たわ。あれじゃない、ハンドルら辺に座らせればいいんじゃない。あ、そうなんだよ、それがあ、ちょいちょいね、これ無理でしょっていうのがあるんだよ。お、いったー、よっしゃ。パズルゲーかそっかそっか。アヒルおるよ、アヒルね、うん、簡単だった。そう、すぐ乗れる？すぐ。あ、だってこのアヒルのさ、頭に乗せればいい。そう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 。よいしょ。調整が。ああ、行き過ぎた。違う。調整がむずい。動く系がね、うん、厄介だね。あ、動く系。あ、これ痛いじゃない？これ水についててもダメなの？水についてたらダメ。ああ、手が使ってる。あー、自殺するしかなくなった。自害。あー、手が手が手がちょうどいいとこに乗ったんだけどな。あ、やばいフライングできるんだこのゲーム。そう、うん、ピーってなってなくても動かせるわ。それはもう反則です。反則なの。来た、これでこういったんじゃない。こうだ。あ、ちょ、あら、で、あ、原本がさっきね、ちょうどよかった。ちょっと待った、あ、来た。こうゆっくり乗せて、そう乗せて、
て、難しいね、本当に。あ、違う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 、あ、いいよ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 、あ、違う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 、めちゃめちゃ頑張るじゃん。あ、ちょっと違う違う違う、自転車でもよくすぐクリアできたね。ね、だってもうプロだもん。あ、ちょっと違う、ちなみにこれにプロゲーマーもあるの、なんか、うん、ランキングあるからね。あるんだ。一応書いてあったよ、最近これのランキングトップ取る人はどんだけの暇人なのか見てみたいですね。暇人なのか。あ、これいったんじゃない、ほら、え、これダメ、これダメ、これいやダメ。あ、足が着水してんのか。力加減がむずい。あ、足がああゲームは、うん、ここああまたここ、なんでそんなに広告流れるの。なんで俺まだ一回も広告流れてないんだけど、なんで。あ、これあれしてるから、もしくてあの機内モードにしてるから。あ、そういうのあんの、そんな裏技あったんだ。わかんない、これどうしようどうしよう、あ、機内モードの、あ、惜しいとこまで行ったもん。え、マジこれ無駄な時間ね。やっと終わった、よしいやーもうここまで来たらさ、立てよって感じだよね、うん、ね、ふにゃふにゃ、あー、いい感じ、あー、惜しいんだよな、いつも。おしょ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 、お、ちょっと待って、あ、落ちんな、無理じゃないこれ。あー、ちょっとそっちじゃない、さ、そう、そこの頭に、あー、ダメだった、座る、これもしかして、うん、相当むずいぞ。あ、足がこうして、こうして、ああ、こうして、ああ、怖えよ。もうちょっとこれさ、しくったかもしれん。ああ、落ちた。アヒルむずくない？むずい。え、アヒルは簡単だったよ、でも。だって頭に乗らんもん。あれ、これは。これ、積んだかもしれん。積んだ？むずいな。横にしか動かせない。あー、ダメだった。あー、当たった。ほら。いやー、マジか。乗らんな。これ本当に頭を使って駆使していかないと。頭使うか。それの次のステージがえげついんだって、本当に。そう、いや、これ微妙な、あ、多分これをこうだよね。でもうちょい狭くていいから、そうそう、足そっちこれでそのまま、うん、たまったから、次はこれでこう、いいんじゃない、これいいんじゃない、よーし、なんか微妙な判定だったけどクリアになったわ。タルはね、結構、うん、ちょっと頭使えばいけた。あー、タル、あー、トラ、あーあれ、た、あ、タルが落ちたよ。あ、惜しい。え、ど、ね、タルなくなったよ。タルなくなったら自害するしかない。あ、そういうこと。小雪さよなら、生きてくれ。小雪さよなら。なんで見捨てんのよ。あれ、自害もできない。自害はね、思いっきり投げればできる。あ、あのポケモン GO みたいな感じ。モンスター、暗いポケモン GO だな。自害させるってこれちょっとこっちに移動させて、こっからの操作すればいいな。樽の次からね、急なパズルゲーが始まるよ。パズルゲー、お、いいじゃんいいじゃん。そんな要素あった。あ、クリアになった。おー、おーし。なんこれ、玉の上乗せればいいの。あ、一緒のステージまで来た。
これね、もうちょっとこれ移動できる。おい、来たー。これはちょっと教えないでおこう。ここ移動できるよ。そう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 、急なパズルゲーが始まったでしょ。いや無理やん、そんな。これでな、玉を固定してってこと？ちょっと教えないでおく。どういうこと？パズルゲーだってことだけ言っとく。いや、そういうことでしょ。玉コロコロ転がるから。ちょっと待った。あー、あっち行っちゃった、あっち行っちゃった。難しい。一回左に振り出して、あー落ちた。こっち視点からこうか。あー、触れるとこまで行くんだけどね、うん、なかなかに。あ、あ、惜しい。来たかもしんない。あー、これはむずい。え、これ場所決まってんのかな、動く場所は。あの、横にしかスライドできない。あ、そういうこと。じゃあ場所決まってんの。これは。手前来い、手前。無気力男子っていうか、もう死体男子だよね、これ。あ、どこ行ってた。あ、おわ、お茶。死骸男子じゃんかよ、これ。小雪みたいな。俺死骸だっていうのか。やっぱ弾があっち行く、あっち行く。あー、ダメだ。あ、いけた、いけた、挟まった、挟。あー、でもいけた、いけた。あ、これいけそう、いけそう。行ったでしょ、これ来た。おお。あよ、俺はその次ですげえ癖。あー、死んだ。え、これ、あ、一緒のとこで、一緒じゃん。一緒のとこ行った。え、パフェじゃん、パフェ。いや、無理だって、これは。もうすぐこんなもんいけるよ。よいしょ。あー、くるくる回ってるな。と違う違う。遠近感むずいよね。むずいね、操作が難しい。あ、だんだん手前に来てるし。違う違うよ、どうぞ。そっちじゃないよ。運ゲーかもしんない、これは。めっちゃ飛んでいった。来たか。あー、おーい。あーいい。あ、でも秒が足りない、秒数が足りない。あー、ダメだった。これはむずいな。どうやって乗っけよう。一回ミスるとハリケーンみたいになんない、うん、だってね、ぐる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 。どうやって奥に行くのかが不思議だよね、これは。ね、上に上げれば上げるほどなんか奥に行くと思いきや、ゆっくり上げるとマジでその場で止まっちゃうから。だよね。あ、これいいんじゃない？離していいかな。あ、惜しい惜しい。嘘。今ね、一瞬ね、頂上で止まった。頂上に引っ掛ける感じだよね、多分ね。そう、このあの、なんだっけ、キャメルクラッチだっけ。キャメルクラッチ、キャメルクラッチじゃない、あの、キャメルクラッチはプロレスだね。そう、ここだここだここ。あ、あー、よそ見してたら。ちょっと、もうちょっと、そう、そう、そこ。あ、違う、そこ。もうダメだ、もうダメだよ、これ。あー、ゲームオーダー。無理なんじゃない、これでも。できないようにできてるんじゃない、これ。いや、そりゃないでしょ。だってクリアした人いるだから。ランキングと。あ、そっか。絶対ね、活路は見える、見えてくる。もしかしてと思ったけど、やっぱ動かないね、こいつ。ん？
いや横にできたらいいなと思ったんだけどさ、さすがにそんな甘くなかったわ。あ、そういうことか。あ、うわ、手が言うこと聞かん、手が言うこと聞かん。あ、いかんいかんいかん、もう画面の外にちょっと。いや、これね、難しいね。むずいね、ほんとに。パフェが難しい。ちょ、うわ、ちょっとここで、ここに来て、あの、難関ですが。いやー、マジか。ダメだった。ここ結構肝じゃない？ここのステージ。そうね。これラストステージでやってほしいと思うんだけど。このむずさ、このむずさはもうファイナルステージでいいでしょ。ここ。あ、でもバウンドするからな、ちょっと。あー、一瞬乗ったけど。一瞬乗ったけど。あ、来た。そう。よっしゃ、答え見せんとこ。答えとかないでしょ。ないでしょ答え。いやでも、あ、そういうことねってなった。え、だってもう、もうこれ絶望でしかないんだけど。ああ、でも楽だ、楽は楽。はい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 。ちょ俺もう何もしないでくるくる回るからさ、俺も。あ、でも、いけそう、いけそう。いけそう。あー意外とイージーかと思いきやなんだよな、次も。嘘。うわー、パフェクリアしたい、早く。だ、今の操作してんのが、うん、俺だとしたら次トラちゃんが出てくる。次トラちゃんが出てくるね。どういうことや。ああ、死んじゃった。トラちゃんだけ生き残ったわ。どういうことや。くそー、怖っ。くもう酷だな、これ作った人、本当にすごいね、この動きがさ、なんかリアルじゃん。リアルじゃないだろ、これは。リアルっていうのか、これもう何がリアルで何が現実か分かんなくなってきてるそれ。ああ、いや、ほら、もしかしたらここ止まりかもしれんな。本当？うん、じゃあヒント教えてあげると、お腹でそのイチゴみたいなの持ってるやん。うん。あ、落ちた。それをお腹で支える感じ。いや、もう分かっとるわ、それこそ。それぐらい分かっとるわ。それをね、ちょうどドンピシャでさ、持っていけないわけですよ。確かにね、むずいからね。でも背中でもワンちゃんいいじゃん。背中だとね、なんだかんだそのダメなの、バランス崩れちゃうんさな。次むずいよこれ。パフェ以上に苦戦するかもしんない。またまたで、ステージ進むにつれて難しくなってんだよ、だって。うわ、もうこれな、これほら、もうこの下のさ、グラスのとこで引っかかる。これ一回宙に浮いたら多分向こう側に吹っ飛ばすのできないんだよね、きっと。そういうこと。どういうこと。絶対ね、あのお腹が上向きになっちゃう。どういうこと、なんで。ああ、お腹が下に来た。ああ、ダメだった。いや、きついなこれ。なんか首振ってんだけど。いやいやみたいにしてんだけど。もう早く乗っけてあげなさいよ。いやいや、乗っけてあげたいけどさ、言うこと聞いてよ、小雪。あ、やっぱ俺設定なんだっけ。おいしょ。向き
記憶にも程があるよ。いや、ほんとそれ。この人たちのお母さん大変だろうね。お母さん、お母さんどこに、なんでお母さんが出てきた。起きなさいっつって。ああ惜しい。やっぱめっちゃ惜しかった今。きたー、クリアした、クリアした。マジで。いやー、あ、でもね、うん、確かにパフェの方が難しかったかもしんない。パフェこれむずいでしょもうこれ作った人悪意しか感じないんだけど。これあ、これいけるかも。いちごに股間をフィット。むかつくな。なんだこれ。この赤い箱に、あ、そういうことか。 あ、次でクリアできるかもしれない。あ、乗らん乗らん。ゲーセンかっていう。小雪が乗らん。あれなんでなんで。あ、でも結構ゲーム性出てきたかもしれない急に。嘘、今まではゲーム性なかった。落ちた急に。これ結構ね難しい。ただ乗せるだけでさ簡単なゲームかなと思いきやね、うん、意外と難しかった。いや、ほんとそれ。あー、操作だー、操作ない。なんか、イチゴ食ってるみたいな。あー、あー難しいな、ほんとに。あー、落ちた。あ、あー、なるほどね。いや、なるほどなんだけどね、自害するしかなくなったわ。あ、そういうこと。じゃ早くトラちゃんにこのステージやってほしいもんだって。いや、俺も早く行きたいよ、そっち。もうダメじゃん、クリアできなくなったじゃん。しねえ。難しいな。ああ、これはゆっくり落とせば。ああなんでそこでゆっくり。来た。あ、もう勝ちゲーだわ。そう、ちょっと調子よくない。イエーイ、調子よくない。差をつけた。パフェこれいけんちゃけど。なんだこれは。やっぱジャイアン3体出てきたんだが。ジャイアン、これ簡単かもしんないな逆に。うん、一瞬だわ、手ついてたわ。はい、来たでしょ。おい、ほよ、これ簡単。あー、ゲームオーバー。なんじゃこりゃ。本当にふざけてんだよな。あー、なるほどね。あ、これはおもろいかもしんないね、できたら。こういうことでしょ、だってそっちまで行けないんだけど。あ、もうクリアだ。そう、はいよ。でもね、パフェさえ超えれば、うん、すぐ追いつけるかもしれない。なに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 。うー、腹立つ。これはむかつくでしょ。初見殺しもいいとこだよ。長えな、そして最終面かもしんないよ、でも今やってんの俺。え、もう、うん、ぐらい、うん、うざいステージだね。そう、難易度高い。高いね、高いし見えないし。おお、なんだ。死ぬ、シンプルに落ちなくても死ぬ可能性が出てきたね。これ、あ、こういうこと。あ、ダメだった。なんだよこれもう。あ、あ、これいいかな、いいかな、いけるかも。そのままゆっくりゆっくり落として。マジで初見殺しだよって。あー、なんで乗らないの。え、今のでダメなの。これ、これ分かった、クリアできないやつだ。できない。ちょっと一回黙るね。
一回集中させて。あー、落ちた。これダメだ、本当に集中しないとできない。あー、もうほらあ、惜しい。でも、もうだって俺クリア間近だよ。だってそうでしょ。ほんとほんと、コツつかんないかもしんない。さすが自分自身のことよくわかっとるから自分自身でそれ結構な悪口だよ。だって気づいてないかもしんないけどもうなんでこんなふにゃふにゃしてんのそれ。いやいやいや、来たー、俺全クリ来た。え、最終ステージじゃんそれ。多分ぽいよ。あ、ネクストあるじゃん、あるじゃん、次あるやん、ネクストステージ。おなるほどね、いけんわこれ。あっぷね、あっぷね、あこれこれやばいな。ちょっともうさっきのでコツは分かってるから、うん、シュッ、これね、あの指でさ、あーあっぷね、あい、あ、あほっ、指で小雪隠れちゃうから乗せたいとこに行かないんだよ、ね、それマジで、それタッチパッドが欲しいよ本当に。あ、いや惜しかったな、マジで。今から俺喋らんかもしんないダメダメ、マジで喋らんかもしんない。ゲーム実況やるんでしょ。あ、やばい、変な声出る。ドーンってやめてほしいんだよね、ドーンって。早くなんのやめてほしいんだよ、ちょっと無理だって。俺も早くそっち行きたいんだよ。なんでこうなんの、やばこれ。急にドーンやめてほしいの、ドーンって。何ドンって、あ、そういうこと、もう自動スクロールな。ああ、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 惜しい、さっきだったのに。ああ、バン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 音するけど、バン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 音するけど。いや本当に本当に多分これ最終面っぽい匂いはするんだよね。これクリアしたらって俺の勝ちでしょ、うん、まあそうだね。あ、これいいんじゃん、来た、耐えろ耐えろようやく。さっきね、ちょっとズルズルと落ち上げてたけど大丈夫、多分 2、3秒耐えたら大丈夫なんだろうね。なるほどね。え、何、もうこれ2匹おるよ。そうそうそう、だからトラバスケ出てきた。2人乗せるってこと。そう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 、キリンの上に乗っける2人、うん、そう。それはね、でもね、うん、あのむずいっていうよりは、うん、惜しい惜しい惜しいとこまで行く、普通に。小雪2人、しかももう1人の小雪デブだよ。デブ、もうこれも俺なの。これも俺なの。いや、これは、ね、今の小雪かな。ああ、そういうこと、うん、あのさっきまでやってたのが、うん、昔の俺で、昔のあの某アイドルグループの死ぬ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 、これは死ぬって、やっぱりな、うん、乗った、これ乗った、あ、乗った乗った、一人乗った。簡単にね、乗るは乗るんだよね、うん、オッケー。あ、いかいか、そっちじゃないかな、向きが悪い。あ、やばいやばい、むずい。こう、掴む位置大事だよ。あダメだって、そんな。一人目乗ったかな。よし、あー、むずめっちゃバシバシ言うんだけど。あ、いい感じ。ちょっと黙るね。え、座って。あーあーあー、微妙に落ちた。デブ小雪が来たー、来たー。乗ったんじゃない、乗ったんじゃない、乗ったんじゃない。よしよし、いいよ。これ怖い。あー、危ねえ。なにこれ、棒が、どういうこと。死ぬって死ぬって。あ、この箱を。あー、死んだ。これありかよ。箱
ここのボタンのところに、あ、そうそうそう、うまっなんで最初からそれいけんの、めちゃめちゃ悔しい。あ、よし、もうあと乗せるだけ。これ多分ね、チンボを掴むのが一番いいんだよね。チンボって何？チンボ編集大変だろクリアした、クリアした。え、な、緑の小雪がサンタだ。緑の小雪っていう、そんなデブじゃないわ。このあーほらー、西小雪の上に小雪乗せればいいんだ。そう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 気持ち悪い、小雪そんなデブじゃないぞ、俺デブだけど。でもこれ簡単じゃない？それ簡単になったよ、普通に。で、一瞬でクリアしたじゃん、俺。あ、これのこと？そうそうそう、ほら、もうあれ？クリアならんっちゃうけど、なんでこれ。あー、足がついてる。バー、え、なんでよ。あー、なんだって、よしよしよし次どこだ？なにこれ、 UFO キャッチャー。あ、それもめちゃめちゃ簡単。こういう操作するの？そう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 、これで掴む？ああ、めっちゃ簡単よこれUFO キャッチャー、そのまま。あもうさ、もう帰る俺え、何かスクロールしてるよ。出た、初見殺しあ、避けていけってことこれ。そうそうそう、ラストステージかと思うや、そんなこれ。いけいけいけ、これさ、指、あ、何、ちょっと触れただけのためなのこれ。そう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 、やば、きたー。これ無理ゲーとかじゃないの？いや、できたよ俺。あ、いや、これはね、難しいな。うん死んどるし。うわ、これ、え、これすぐできた？それはね、でも割と。当たり判定がさ、お、あ、うめっちゃ刺さったようーわ、これ秒数マジで酷だな。あ、ダメなのこれ。落ちてもダメだし、うん、そう、難しいとこなんですよ、そこは。ん？え、でももう追いつかれるじゃん、それクリアしたら多分今の面だよ。これ何個トゲトゲかわしたらいい？え、もう終わるまで。え、結構長い？いや、でもね、リスタートを3年見とってみ、最後まで出てくるよ。あ、ここまではもういけるようになったわ。落として、え、結構続くやん、結構続くやんこれ見てたらゴールが見えるから。あ、え、無理っぽいなこれだから俺が一回喋んなくなったのがそこ無理でしょこれで、指でわかんないもんいや、そうそうそう、本当にね、集中しないとわからん。左手でやればいいのかな。あ、あ、来た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 、あー、ダメだって、君はまだ生きるんだ。携帯逆さにしよう。どういうこっちゃ。いや、右手で操作して、うん、あー、そういうこと。あー、あー、これランダム、もしかしてこれ毎回決まってないよね。いや、決まってると思う。決まってる？うん、やばいやばい、イライラ棒よりイライラするんだけど大丈夫これ。きたー。え、落ちてないじゃん、落ちてないじゃんねなんで。あー、あと少し、あー、プレ、あと少しクリアだったのにさっき落ちてないじゃん。急にゲームにケチをつけ始める。これはもうクリアだ。そう、いやー、大変だった。これ次あんの？次あつあるじゃん。いた、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 いたダメです、いたーしゃダメだよこれはこれはもうダメでしょ、ダメでしょこれこれ、これは、あ、そう、今やってたとこ、これ、そう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 、ここ、いや、無理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 無
何初見殺しじゃないけどリスキルされるんだけど、リスキルされるんだけど、リスキルされるんだけど、あーダメだ、え一瞬じゃん無理ゲー。え、これでも上に行くだけっしょ。あ、そうそうそう、それはいけるんだけどさ、うん、俺がやってんのが今無理ゲーなんだよね。うん、何このミッキーやめい。こっちに逃げて、よいしょ。あ、落とすのかな、こうやって。うん、もうやめやめやめ、あー、うん、あ、これ自動的に上行くんだ。あ、そう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 、うん、リスキルされる。何リスキルって何？リスポーンキルって言って、うん、用意スタートで死んでる。ほら、あぶね、うん、用意ドンって言った瞬間にもう死んでるんだよそれダメじゃん。あ、もう少しでゴールだった、うん、いや、これはいけるよ。運ゲーもしかして。これはいけるよ、うん、なんかこの音がボーンってなるのなんだ、うん、おしょ、急にボーンってなるよね。おしょ、あーくー悔しい。来た持つ場所にもよらん。あ、だからチンコ持った方がいい。チンコって言うな、チンコこれまでにないぐらい楽しいけど。あっちょいや、もうダメだもん。ピーで死んでるもんだってこれそれはまだ言ってないから分かんないもんな運ゲーでしかない、このスタートの。あ、これいけるやつだ。いけたかな。おい、来た。いやー、これ、おー、じゃじゃじゃ、いった今これくんの先が思いやられる嘘だろ。え、これしかもこれでまた椅子に座らせる、座ってるし。あ、そういうことできるんだ、へー、気づかれちゃいけん的な。やっぱりね。あー、向こう行かない。あー、向こう行かないよ。できるんだそうやってあー、あと10秒しかない。嘘でしょ、ここまで来たのにここまで来たのに。来たー、待って待って、あーまたやり直し。そう、うわ、これやば。それえぐいでしょ、だって。うわ、やば、これ、せっかく行ったのに。そう、そこ俺何回やってなんだよこれ、ビューンビューンで、こうだ。あ、気づかれた、ダメだ。あー、バレてる。あ、殺せるんだ。あー、かいちゃいなるほどね。しねい。これはしんどい。やばいよね。うん、なんかあの一番上でタイムアップがすごいメンタルにくるよね。せっかくね、上まで行ったのにって。え？これダメなの？いいじゃん。あー、くそ、足がった。乗ってるよ。あ、来た。オッケー。いや、なかなかにメンタルが折れるやつだよね。あ、ね、あ、見て。何見れない、ちょっと。クリア。嘘でしょ。しかもスコアゼロ。え？どういうこと？このスコアゼロって。というわけで、位置抜けでございます。よしよし、上まで行った。ちょっと、あとはね、一旦この画面で、あ、ちょっと危ない、そう一旦この画面で虎之介くんを待ちたいと思います。あー、やべ。いやー、でもクリアしてみてね、やっぱね、楽しかったね、このゲームちょっと待って、クリアしてないから、ちょっと待って
危ない、あ、危ない、落ちる。ちょ、集中しすぎてちょっと僕足痺れちゃったんですけど。あ、ちょっと落ちる、落ちる。ちょっと少々感染といきましょう。あもうじゃあ、あと1回やるよ。いやいや、全クリ全クリ。ちょっともうクリアした、ちょっと。じゃあ自分でやっぱね、全部見た方がいいよ。え、うん、え、この次がラストってこと？それの次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 がラスト。え、そんなあんの？結構ある。そう、それの後リスキルされる。あ、でも慣れてきたじゃん。そこまで行くんだけど、そこから緊張してね、乗っけれないんだよ。だって奥行かんもん、ほら。あ、横にすればいい。横に一旦置いて、奥じゃん、奥じゃん、横にするじゃん。あ、ちょっとちょっと、あ、ちょっで、そうそう、引きずって、もう一回正面にして、また、あの、正面に戻って、横にポンって。これできる？これそうやって行ってよ。あ、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。いやー、もうこれベストな、ベストなの言い方やベストだね、くつろいでる感じの、うんうん、で、次からちょっと笑っちゃうんだけど。何これ、何これ。えで、死ぬ。そいつに触れたら死ぬ。マジで？だからリスキルだよ、もう。え、どうすんの、これどうすんの、どうすんの。あ、こいつ、こいつ、あ、こいつも動かせるのね。そうそうそう。あ、そういうことね。ちなみに俺これの時にそいつ動かせること知らんかったからさ。うん。そうなるのよ。先にあいつをどければいいんだ。どけるか殺すかして。あ、なんだ。危ない。危なかった、危なかった。ふい。ゾンビみたいなやつか。そう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 、ミッキーなんだよ。こんなやつは、こんなやつは、飛んでっちゃねえ。それで、あ、いなくなった、いなくなった、いなくなった。もう楽勝だよ、これ。楽勝だね。あとは普通の、最初の初期ステート同じだね。だよね。うん。わー、ちょうどいい。綺麗だね。綺麗、綺麗。部屋の仕方が。なんて、お邪魔なやつもいるわけね。そう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 。いや、でもさっきの面白い。あ、また出た。で、先に座っとるし、こいつ。しかも、くつろいでるっていう。こんなやつだな。また、こんなやつだ。飛んでけ。飛んでいった、飛んでいった、ね、もう本当じゃん、これ。だからもう楽勝だね、ほんと。もうポンってやるだけで、もうポンってもう簡単だ。来たね。いや、よし。え、で、まだ続くの？まだ続く。邪魔なやつ3人もね、もうこんなもんね。ポイッ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 。あ、みんないなくなった。みんな落ちてった。落ちたね。なんか楽勝じゃん、これ。よしよし、もう楽勝じゃん、これクリアした、うん、次どんなだったっけ。あ、そう、何、終わり、終わりじゃない。お、見て、スコア、俺。なんで、なんで、なんで。スコア、待って、1930点。小池ゼロや。え、なんで俺スコア勝った、俺。俺の方が早くクリアしてるし、なんなら、死んでる回数も俺の方が少ないのに。これ、スコアゼロってバグじゃない？ここに行くまでに、直前に死んだ、うん、死んだらゼロなんじゃん。ああ、そういうこと？俺連続で今クリアしたからじゃん。うーわ、そういうことか。多分前ステージで、でも3人ミッキーいたとこだよね。俺死んでないよ、多分そこ。あ、本当に？うん。あ、死んだわ、1回。あ、死んだよね。見事ね、2人とも、ステージクリア。クリアしました。全クリしましたね。クリ、うん、はい。まあ先に小雪はね、クリアはしたんですけども、まあスコアは僕の勝ちというか。おかしいよ、このゲーム。でもね、無事2人ともねクリアできたんで、はい、よかったなと思います。いや、楽しかった、普通にね、普通に楽しめた、うん、だから見てる人もね、ちょっと、まあ、気になった方はですね、はい、ぜひやってみたらいいかな。そんな時間どれくらいかなって。時間どれくらい測ってない。あ、でもなんだかんだでもうすぐ1時間経つ。いや、結構とんでもないゲームだったね。でも1時間あれば、うん、まあ全クリができると、上手い人だと多分30分ぐらいできるんじゃないかな。そんなかかんないんじゃない。でも、うん、
2、3分でいけるんじゃないかな。2、3分もいいだろ。今回ですね、はい、無気力小雪、はい、概要欄にね、あの Android 版と iOS 版の両方のリンク貼ってあるんで、どうしようかな。プラス僕のチャンネルもね、あの概要欄に貼って、あ、それは必要ないかな。はい、以上ご視聴ありがとうございました。この動画が、良ければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、そぎー、バイバーイ。